早速ね、もう見え隠れしておりますけれども、メンバーご紹介しましょうか。では行きましょう。ビビースターマン、ジャビット、つば九郎、レオ、マーク、はい、ステージへお越しください。はい、どうぞ。さあ、今日もね、この関東にいる5球団のキャラクターのみんなに登場してもらいました。さあ、今日もね、何かしら、ドームホテルにお送りありがとうございます。今日も何かしらちょっとゲームみたいなことをしていこうと思うんですが、まあ、せっかくね、今回はエネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017ということで、日本以外の、まあ、台湾のね、チャイニーズタイペイファンの方、韓国ファンの方いらっしゃるかと思います。そこで今日はちょっと皆さんにより日本を知っていただこうと思って、こんなゲームをご用意いたしました。今日のゲームのタイトルは、ビバ外国人の皆さん、日本のジェスチャークイズ拍手。はい、ということで、どんなゲームかと言いますと、今から、マスコットのみんな、今日は5人いて、ちょっと半分ぴったりにはならないんだけど、グッドパーして、2チームに分かれてもらいます。グッドパーっていう、クーパージャスっていう、なんかいろいろ言い方あると思うんですけど、今から2チームに分かれていただきます。で、まあ、A チーム、仮にね、A チーム、B チーム2つグループができたとしましょう。それぞれあるお題をご用意していますので、まあ、2人なり3人なりグループでジェスチャーをして、相手チームが答えられるかどうかというのをバトルしていただきたいと思います。会場の皆さんにも答えはお見せするんですが、くれぐれもね、みんなに答えるチームにわからないようにグッとこらえながらお楽しみいただきたいと思います。ではまずはこの5人のキャラクターのみんな、グッパーで2チーム作っていただきましょう。準備はいいですか？はい、じゃあいきますよ。じゃあグッとパーで分かれましょうにするね。はい、グッとパーで分かれましょう。お、できた。あ、マー君とレオが2人で1チーム。あれ、パリーグじゃん。なんだよお姉さん、パリーグとセリーグじゃつまんないなと思ったからグッとパーにしようと思ったの。もう一回やる？もう一回やる？せっかくだからね、ね、せっかくこの機会だからやっぱ違う方がいいじゃない、ね、はい、もう一回いきますよ。グッドパーで分かれましょう。あ、一チームになっちゃったじゃん、一個。ね、一チームだよ、それじゃん。ダメダメ、もう一回いこう、もう一回いこう、もう一回いこう。はい、グッドパーで分かれましょう。またそんなに二人がいいの？これにする？いい？いいですか？そんなに二人がいいっていうかね。じゃあ、マー君とレオが、まあ、パリーグチームね。はい、こちらの皆さん、セリーグチーム。はい、決まりました。これでいきましょう。では、先攻後攻じゃ、じゃんけん決める？ね、じゃあ、はい、先攻後攻じゃんけん。じゃあ、レオとつば九郎でいい？どっちでもいいの？どうでもいいの？どうでもいいんだって。どうでもいいんだって。じゃあ、パリーグ先攻でいこうか。ね、じゃあ、パリーグが先にジェスチャーをすることにしたいと思います。じゃあ、すいません、2対1なんで、ちょっとつば九郎、あっち側行ってもらっていいですか？ポジション的にちょっとあっちいいですかね、すいませんね。はい、ではまず先攻のマー君とレオチーム、はい、こちらにお題を用意していますので、今からこのジェスチャーをやっていただくんですが、回答するチームは見えないように、ちょっとチャルちゃん見えないように、集めておいて、一ところに集めておいてお願いします。はいはいはい、見ないでくださいよ、見ないでくださいよ。じゃあマー君とレオが今からやるジェスチャー、まず2人に見せようか。はい、2人に見せてください。まずこちらね、 OK、2人で協力してやってね。 OK、 じゃあ会場の皆さんにもお見せしますので、くれぐれも声に出さないでくださいね。さあ、そっちのチーム見ないでよ。はい、今からレオとマー君がやるのはこちら。はーい、夏実ちゃん、ちょっとぐるっとじゃあ見せてもらってもいい？お願いします。皆さん内緒で、内緒で、内緒ですよ。で、これをちょっと30秒なりね、ちょっとやってもらって、セリーグチームのみんなに答えてもらうというシステムです。さあ、問題も出してないのに何か書いてるぞ。何かありますか？いいですか？始めちゃっていいですか？では、パリーグチーム、マー君とレオのジェスチャータイム、よーい、スタート。そう、セリーグのみんなに見せるの、会場の皆さんも知ってるからね、答えね。ええ、ちょっと皆さん見て、富士山に登る忍者って書いてある。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいです。不正が行われました。皆さん、ストップストップストップ。何、何見たの？え、見たの？いつ見たの？え、せっかくほら、負けなしのこの中忍者みたいなやつやってるじゃん。控室にあった。
隠しとったのにいつの。ちょっと待って、今日ね2問きっかりしか用意してないの。変える？じゃあ今から変える？今から変えましょうか。じゃあ先にさ、そっちやって、じゃあ先にそっちやって、次もう1問用意しとくから。はい、じゃあこんなことある？そんなに尺ないんだよこのステージで。じゃあもう、じゃあちょっと今からじゃあスタッフさんが考えてくれるから、もう1問ね考えてくれるから、じゃあセリグチーム、こっち見てないよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。はい、ではセリーグチームに答えていただくのは、お題じゃあチャルちゃん、まずこの3人に見せてください。こっちね。はい、パリーグチーム見ないよ見ないよ見ないよ、もうこれ以上不正は働かないで、いいですか。罰はダメだよ。あ、そうね、これちょっとかすってるよね、ちょっと、まあじゃあ、グッと我慢して。はい、皆さん言わないでね、これですよ、今からやるのこれね、今からやるのこれだよ。一般的なやつをやってくださいね、一般的なやつをね。準備はいいですか。ではセリーグチーム3人協力して演じてください。セリーグチームのお題、ジェスチャータイムスタート。さあ3人で役割分担をするのが非常に大切なんですが、10秒経過しております。役どころが決まっているんでしょうか、果たしてこれは。どうぞどうぞと譲り合っているようです。これではちっともすみません。さあもう20秒ぐらい経っちゃいましたよ。お、これはいいんじゃないでしょうか、これはいいですよ。スターマンが頑張っています、一人で頑張っています、今のところ一人です、同じようなことをやっています。さあ10秒前いっちゃうよ、いい？10 9 8 76、5、4、3、2、1。はい、そこまで。さあということで、ジャビットは眺めていましたけれどもね。ではこのスターマンのこのジェスチャーが伝わったかどうか、回答を書いてください。お願いします。一般的なやつお願いって言ったんだけどね、伝わったかな、大丈夫かな。はい、じゃあちょっと回答を書いてください。そう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 、そうで、これね、これ、はい、どうでしょうか、お願いします。回答タイムです。はい、今パリーグチームが回答をしておりますのでお待ちください。はい、お待ちください。 OK、 かけた、大丈夫、大丈夫なやつ、大丈夫なやつですか、大丈夫かな。 OK、 では答えを出していただきましょう。レオが書いた答えはこちら、相撲を取る増田岡田、ワオ。正解は、残念、歌舞伎を見に行ったお相撲さんでした。残念、よかったんだけどね、途中までよかったけどね、相撲は伝わったの、歌舞伎は分かんなかった？頑張ったよ、見栄を切ったよ、頑張ってね、どう？もうこれもほら、この星も頑張れば熊取りに見えなくもない、分かんない？あ、首がついてなかったと。あ、それはもうスターマンのこのフォルム上ね、ね、頑張ってやったよ、スターマンに大きな拍手。ということで、残念ながらパリーグチーム不正解となりました。さあ、お時間の関係上、もう一問はちょっと難しいということで、もう全然勝負になってないけど、最後は、分かった、もう最後はね、全員で力を合わせて一つのジェスチャーをして、お客さんに答えてもらおうと思います。ファンの皆さん、いいですか。誰かをね、ちょっと指名しますから、よろしくお願いします。では5人の皆さん、今からなつりちゃんが持ってる、あ、はい、チャルちゃんが持ってます、チャルちゃんが持ってるこのお題をいい感じに分担してね、それぞれ役割を決めてジェスチャーをして、ファンの皆さんに答えていただきます。よろしいでしょうか。この辺の人見えちゃったね、見えちゃったね、すいませんね。はい、では準備はいいですか。最後は5人力を合わせて、あるジェスチャーにチャレンジします。ファンの皆さん、ぜひ当ててください。ではジェスチャータイムスタート。さあ、せっかくね5人もいますから、それぞれ力を合わせて、カメラを撮ってる人がいますね。お、さあ、この2対2、そして謎の1っていう構図が生まれています。あ、なかなかマー君がいい動きをしているようです。さあ、あちらの方々は写真を撮ってるようですね。さあ、この2人は
何かパフォーマンスをしているようですが、こちらの方はすいません、何をされているでしょうか。さあジェスチャータイム、あと10秒にしようかな。答える方じゃないんですけども、大丈夫ですか。大丈夫です、答える方じゃないんですけどね。じゃあ10秒前でいこうかな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、そこまで。あの路線図でヒントを出さないでもらっていいですか。路線図で。さあでは今のジェスチャーを見て答えが分かったよって人、挙手をお願いします。はい、分かんない。あ、分かんない。分かった人、はい、これかなって思う人、はい。あちらに一人だけ手が上がってるかな。ちょっとマイク 届きますかね。届かないかな。ちょっと言ってもいいですか。あ、じゃあ今手を挙げてくださった女性の方がせっかくいますから、ちょっと私が参ります、そちらまで。さあではちょっと一歩前にいいですか。では今のジェスチャーの答え何だと思いますか。新体操。残念、違うんですよ。もう一人ぐらい聞く。この辺強調しないで、もう一人ぐらい聞こう。分かる人いるかな。あ、じゃああのお帽子の方聞いてみようかな。すいません、コード何度もすいませんね。失礼します。じゃあお帽子の方に聞いてみよう。ではお答えお願いします。ディズニーランド。お見事、正解です。拍手。さあ頑張ってね、ダンサーさんだったりとかキャラクターのみんなだったり、寒さにねこらえながらこうショーを待ってるファンの方だったりとかね、あ、これ差し上げます。ありがとうございます。形容詞書かないね。なんかお掃除をしてるキャストの方とかもね、いろいろ演じてくれましたけれども、答えは東京ディズニーランドでございました。ということで、お後がよろしいので、マスコットステージはこの辺でおしまいとなります。皆さんありがとうございました。では最後はですね、記念撮影をしたいと思います。じゃあマスコットのみんなは真ん中に集まっていただいて、せっかくだからちょっと皆さんから撮れるように、なんか前後じゃないか、左右か、ちょっと目線を振ってお願いします。はい、じゃあまずは真ん中の、それぞれの球団のね、カメラさんからいきましょうか。はい、準備はよろしいですか。あ、マリンズカメラない、後でもらうわ。どなたかからもらうわ、後でね。はい、はい、じゃあいきましょう。まず球団のカメラからいきます。この後ね、ちょっと左右に目線を配っていきたいと思いますので、お待ちください。まさか控え室の段階でね、答えがバレてるとはちょっともう予想だにしてませんでしたね。いやー、びっくりしました。結構お姉さんは隠し持っていたんですが、じゃあ OK ですね。じゃあちょっとみんなから見て右行きましょうか。はい、マスコットのみんなから見て右。はい、でちょっと1枚とかかがんでいただいたりですとか、後ろの方も撮れるようにご協力いただける。あなた方はいいんです。あなた方はいいんですよ、そのままで結構です。はい、お願いします。右の方の皆さん OK ですか。 OK、なんか一列みたいな写真になっちゃいました。大丈夫ですか。 OK ですか。はい、では今度ぐるっと回って左の方行きましょう。反対側です。あ、ぐるっと回って帰ってきちゃった人がいますね。こっち側です。はい、ありがとうございます。一列ですよね、これ完全に。大丈夫ですか。それで大丈夫ですか。皆さん良ければいいんですけどね、良ければいいんですけど、ちょっとこう角度をつけた方がいいんじゃないですか。1枚取ったらちょっとかがんでいただいてご協力をお願いいたします。あなた方はいいんですよ。何度言わせるんですか。あなた方はいいんです。よろしいでしょうか。5秒前5 4 3 2 1。最後もう一度真ん中行きましょう。はい、ちょっとここ階段上なんで、1枚取ったら皆さんしゃがんでください、ご協力。あなた方はね、もう皆まで言わせないで、あなた方は結構ですよ。では参りましょう。はい、にっこりしてるかいつも。はい、お願いします。いつもにっこりしてたね。ごめんね、ちびっこの撮影のつもりで言っちゃった。ごめんね。はい、いつもニコニコしてるね。お願いします。はい、じゃあ1枚取ったらちょっとかがんでいただいてお願いします。あなた方は結構です。後ろに誰もいませんからね。はい、じゃあ5秒前5 4 3 2 1。はい、撮影タイム終了です。それでは改めて BB スターマン、つば九郎、マー君、レオ、ジャビットに大きな拍手ありがとうございました。最後ビシッと見えも決まりました。以上、マスコットステージでした。皆さんありがとうございました。さあ、
アジアプロ野球チャンピオンシップ2017、この後は、韓国対チャイニーズ・タイペイの試合が19時から行われます。会場は17時となっておりますので、皆さんぜひぜひ、今日は日本の試合は行われませんけれども、両チームの応援パフォーマンスもとっても楽しいので、ぜひそちらもね、楽しんでいってください。それでは以上でステージの方は全て終了です。寒い中最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後も東京ドームの中でどうぞお楽しみください。